はい、よした。はい、岸の夫婦では、レズミカルガスの雑草男、ドンドンパン。タカちゃんでございます。本日も、虹色動画、張り切ってやっていきましょう。紫色草、親子で、介護予防。無理なく楽しく、活性化。はい、行ってみましょう。本日は、親子で、健康度、チェック、の、ナンバー、ファイブ肥満度チェック入ってみましょう。はい、こちらもですね、現代人特有のね、悩みでございます。いやー、これも年を重ねていきますと基本的に体の代謝が落ちますから脂肪がつきやすくなりますよ。それに加えてやっぱりこうミドルシニアになってきますと、まあ、タカちゃん全然なんですけども、ミドルシニアになってきますとお金をねしっかり稼ぐ人が増えてきますね。そうすると、美味しいもん、栄養豊富なもん、ばーっと食べます。の割には、動く量がね、ふわーっと下がりますので、どうしてもね、収入と質の割合で、もう、余ってますから、カロリーがぐんと。もう、溜め込まれますよ。なので、肥満はもうね、もう、しょうがないです、ある程度はね。なのですが、この、肥満で肉ばっとつきますと、なんて言うんですかね、この、まあもちろんその病気のリスクね、全体的な、様々な病気のリスクが上がる。これはもうね、もう医学的に、もういろんなもう、番組情報誌も全部言ってますわ。とにかくね、もう、肥満になると病気のリスクが上がりますし、で、体がね、ちょっと重くなりますと、膝関節、足首の故障、これにつながりやすい。こっちの方が僕怖いですよね。やっぱりその膝痛めますと、また動く量減りますし、フットフレイル、サルコペニア、どんどん、何介護の方に、要支援、要介護の方にね、急速にぐるーんとこう、下り落ちていく可能性がね、ものすごいリスクが高いので、この肥満ね、ちょっと対策は、結構大事かなと思っております。ただね、わかりやすいんですよ。この、なんていうの、その、今肉がついてる分を、生活習慣、運動習慣、様々な食生活でぐーっと絞り込んでいけば、間違いなく、今のパフォーマンスの2倍、3倍、5倍ぐらいのプワーンと跳ね上がりますから、このまさかの、60過ぎて、V 字回復、これ、いけますから。なので、やりがいものすごくあります。それからその、皮下脂肪よりも実はですね、まあ皮下脂肪もね、まあ、抑えていった方がいいんですけど、内臓脂肪。こちら特に男性の方ね、内臓脂肪。お酒飲む方、脂肪肝。このあたりね、ちょっと僕もね、気になりますので、これはね、いや、大事です。ので、今回の、肥満チェックはですね、その内臓脂肪までは、深くは、自己診断できないんですけども、この、脂肪、肥満体質であるっていうのを認識すれば、ちょっと、運動せな、なんか、やらなっていう行動につながりますから、その行動の結果、実は内臓脂肪もついてたのが、その行動によって内臓脂肪がスッと減って、その10年先、20年先に、病気になるリスクをぐっと下げれることによって、人生、100年時代、100歳まで、謳歌できたぞっていうね、そのきっかけになるかもしれないので、ちょっとね、現代のちょっと耳が痛い話ではございますが、本日は、肥満度チェック、行ってみましょう。ドンドン。健康度チェックの、ナンバー、ファイブ、肥満度チェック、あ、行ってみましょう。肥満度って？肥満です。肥満、太ってるってこと。皮下脂肪、内臓脂肪。特に内臓脂肪がね、僕たちも結構痩せてるんですけども、内臓脂肪が危ないんですが、今回その内臓脂肪に関してのチェックがなかなかね難しいので、はい、結果として出ませんが、はい、これをきっかけ に肥満を意識することで、肥満改善の生活習慣により内臓脂肪もね抑えていくように なってくると思いますので、そういう意味でここ自信あるでしょ、僕たち、肥満に関しては。
ね、うん、でも油断しないでいきましょうこれね、うん、はい、さあそれではいきますよ。あ、ルールは一緒です。10個の質問をしますので、はい時々いいえでお答えください。はいの時は2ポイント、時々は1ポイント、いいえは0ポイントで、合計得点で評価していきます。はい、まず1つ目の質問です。座って足が組めない。ん、何、え、こう足をこう、あぐらってこと、あの、 あの、あれ、おー、あれ、何、足をこう、こう組むね。これだから、あ、これむっちゃボディービルダーで、うん、椅子に座って筋トレしてる。あ、余裕でか、楽な姿勢になっちゃうんですけど。そう、あんま、あれやりすぎて、あれやるとさ、骨盤歪む、歪むね。だ、まあ、まあ、でもやっちゃうんだけど、これは大丈夫ですね、これね。はい、いいえですね、組めないことないですね。はい、続いて、直立姿勢から頭を動かさずに足元を見たときにつま先が見えない。ちょっと、これ何、あ、何、お腹で使える、だからこっからこう、こう下見たときにお腹がこう出てて、これ男性に多いメタボですね。メタボ、これ、これは服が見えない。はい、これは2人絶対ないです。あの、2人はないです。あ、大丈夫そうですね、うん、はい、これちょっと俺ちょっと初のパーフェクトいくんちゃう、初というか運動に以来の、これ自信ありますね、うん。運動でもパーフェクトじゃなかった、ね、なかったけど、そうか、今回、あ、でも初の一番上、やっぱりそう考えたらさ、自分たちで一番意識してる部分は成果として出てますから、うん、時々あの、ヒューガさんなんか、うん、あの、いっぱい何も考えて食べてこう、太ってる人見て、あ、あの人たちはいいなって、なんか病気にならんとって、病気の時、なんかむっちゃネガティブになった時あったでしょ。ファーストフード食べてる人見て、私あんだけ意識してたのに、なんで私が病気になってって。それはね、それはまた別の要因の、普通じゃない、まあそうか、そうやね、そうなった時はそうなるか。お酒もタバコもファーストフードもしてない、してないのに、のに病気になった時に、でもしてる人は元気ってなったら、ちょっとね、これだから、袋がいっぱいあったら病気、がんにね、なるって言うよね。これだから、あの、遺伝的な要素だ、その最終要因がちょっと別のとこから来てるんですけど、ちょっとね、うん、でも ここで分かりません、私意識しといたら、でもやっといたらあと10年20年先に絶対また変わってきますから。分かりました、やっていきましょう。はい、次は、まあ、続きまして、駅の階段 を上り下りするのが辛くて、上りの時に息切れを起こしてしまう。駅の階段、スピードにもあるような、駅の階段もだって、エスカレーターと階段あったら、階段の方行きますから。さすが、素晴らしい。あの、ね、ちゃん、これはもう、普段から階段ダッシュもしてますし、これはもう、ないですね。ないね。はい。続いて4つ目。前かがみ。靴の紐を結ぶときなどになると、苦しい。こう、靴。ふぅ、ふぅって、こういうこと？使えるってこと？使えるってことだよ、多分。だから、これは。でも、靴の紐を結べない。うん、あ、そう、結べないとか、そういうこと。今練習中で、ね、超結ぶ。え、でも前一回できたの？まだ。袋やつできる。あ、これはね。あ、男性特にメタボね、あの、内臓脂肪、すごく、あの、成人病、生活習慣病に直結していくね。わかりやすいね、塩なんですけど、僕もあの、20代後半から30代前半のね、一番ね、食生活とかもうちょっと、運動習慣全くなくてなった時に、ちょっとお腹がね、ドワッと出てきた時、あの、知ってるでしょ？うん、あの時、まずあれが続けてたら今そうなってましたから。いやで、毎晩ストリート行ってね、うん、吉野家食べて、吉野家食べて、ハンバーガー食べてですけどね。で、まあ、生活習慣、特に子供で、ね、その時代ありましたね。そっから子供できてから、クラブ陸上してから、俺たちもやってから、だいぶ良くなりましたね。うん、あの、あまねちゃん、ありがとうございます。あ、まあね、そう、今後ともよろしくお願いします。あ、まあね、はい、いや、よかった。はい、続きましていきましょう。まあね、ウエストライン、ウエストライン、あ、腰周り、ウエストラインにメリハリがなくなり、スカートやズボンが落ちやすくなった。落ちやすい、寸胴ってこと？ああ、そうそう、そういうことは、ここスポンってなってってことじゃん。まあ、くびれがなくなったってことじゃん。なくね、それは。くびれって男の人あんの？あ、男の人は割と、ここでベルトでギュッて締めて、腰ばっ、あ、だからベルトがあんの、うん、そういうことか。あ、でもこれはみんな、そんなに変わってないでしょ。うん。ねえ、まあ、多少お尻はでかくなった気がするけど。うんうんうん。
あ、うん。でもメリハリがついたってことでしょ。腹筋やってますもんね、腹筋。ああ、うん。じゃあいいんじゃない。まあいっか。メリハリっていう。メリハリ、まあこの辺ももうちょっとね、あ、甘めに採点しておきましょう。でも腹筋習慣どうですか。続いてます。うん。素晴らしい。もうなんか1ヶ月、2週間から1ヶ月以上続きますと習慣化できてきますから、もうその辺クリアしましたか。いや、まだちょっと際どい時あります。あ、またちょっと続きましょう。表面の草っていう時、あれあれありますね。逆にこれね、習慣化してしまえばもう人間もう反応で動いてますから、もう面倒くささがなくなるんですよね、うん、はい、もう一息ですね。はい、さあそれでは行きましょう。続いて6個目の質問です。体が重たく感じて膝がきしむようになった。いえ、あ、これきしむ、これはだからトレーニングで時々僕はあのハムストリング痛めた時に膝が痛かったことあるんですけど、そういうのではないですね。これはね、普段の日常生活でってことですから、これもいいですね。はい、7、暑がりである。いいやな。逆にそうか、痩せてくると皮下脂肪ないから寒いですよね。なんかそういうデメリットもありますけどね。やっぱ皮下脂肪あった方が暖かくてね、いいですけど、うん、寒がりではない、暑がりではないですね。いいえ、顎の下がたるんでいわゆる二重顎になっている。いいえ。お、初の見て、これどうやらこれポイントが少ない方がいい感じですね、これ、うん、さあ続いて9、またずれができてしまう。またずれって、またずれたら、その太ももが擦り合わせて、ここあの、ここに間ないのか。うん、いいえ。よっぽどじゃないそれって。いや、でも、あ、まあ日本人全体が肥満のリス、の数少ないんですって、諸外国に比べて。大分と、うん、あの欧米とか、あの、なんていうの、中南米かな、あの辺のとヨーロッパはもっと 20%、25% 肥満度がぐっと高いんで、うん、だから、まあ、日本人はこれ割とね大丈夫な人が多いと思いますが、一応これきっかけで特に内臓脂肪なんです、やっぱりね。はい、さあ続いて最後です、10個目です。体を動かすのが億劫である。何それ。あの、ちょっとめんどくさい、ちょっと運動ええわーってこれはないですね、うん、もう運動習慣ね。寒くて嫌っていう時、あ、それある、それある、うん、きつくて嫌っていう時、それも陸上部やったらある、ちょっと眠たいって時もある、うん、あ、それもあるあるけども、けどやらないとちょっとね一回ね、習慣化できましたもんね、俺たちね。そうなってくると逆になんか動かさな、肩が凝りがちょっとひどくなったわ、あー、ちょっとランニングしたいとかね、なりますもんね、うん、なんかちょっと天気の日はちょっとなんか運動行こうって、なんか自然にもしたいとは、うん、あ、まだ子供たちはね、もうだから運動ってほら、うん、あ、外で、あの虫取りもそうですよ、親子で虫取りとか、ああいうのも運動に、幼稚園行くのが、幼稚園行くのもね、うん、ドッジボールしてるやろね、ドッジボール好きでしょ。はい、そしたら以上でございます。さあ得点発表お願いします。0点来ました。結果発表、肥満のチェック、自己診断、0点から2点のあなた、グッド、やったー、パーフェクトー。はい、心配はありませんが油断禁物です。今の段階では標準と言える状態です。ただし見た目はスリムな体型をしているのに、来ました、内臓脂肪。これお酒飲む人とか特にタカちゃん、これやばいな。今の状況に満足することなく、日々食事運動です、意識していきましょう。はい、ということで、一応そしたら注意、要注意も読んでおきましょうか、うん、はい、はい、まず3点から8点の方、やや肥満傾向、運動不足かもしれません。少しの努力で肥満の域から脱却できるポジションにいますが、安易な気持ちで油断していると大変なことになります。週に2回以上は何か運動を実施しましょう。ただし息切れするような激しい運動は逆効果で、こういう人こそウォーキングが必要です。あ、逆効果っていうか、その嫌になっちゃうと、まあ、それもあるし、あの、それもあるし、エネルギーサイクルの違いで、あの、有酸素運動は、あの、脂肪燃焼につながるみたいなんですね。で、激しい筋トレと、あの、
無酸素運動は糖質、糖を使ったそのエネルギーサイクルの違いだと思われます。これはね、はい、続きまして9点から14点の方要注意、肥満傾向です。日常生活においてもっと積極的に体を動かしましょう。はい、で、あと、これも同じようなことですね、運動習慣が大事ってことを言っておられます。食生活の改善、運動習慣の改善、はい、そして15点から20点のあなた、バッて肥満タイプ、こちらも同じこと言ってますね。運動です。運動を中心とした生活習慣の改善が必要。ん、肥満とは、単に太っていることではありません。え、脂肪肩の状態を指し、肥満は万病のもとと言われるほど様々な疾患の原因となります。ストレスも万病のもと、僕たちは逆にストレスの心配ですけども、ストレスも肥満も同じく現代病、万病のもとでございます。はい、肥満へのプロセスと食べ過ぎにはあまり因果関係、肥満へのプロセスと食べ過ぎにはあまり因果関係はなく、うそ、え、どうやって太んのじゃ、むしろ、むしろ生活全般の長い間の歪みが原因となります。だから今まで食っちゃねじゃなくて、いや、これ関係あるんですよね。運動をしてなかったり、食べ過ぎ、やっぱカロリー、カロリー、だから食べるカロリーと消費カロリーのそれが積み重なってる、ね、そうなんですけど、この文章の僕の読み方間違ってる？肥満へのプロセス、そのまま全部読んだら、肥満へのプロセスと食べ過ぎにはあまり因果関係はなく、むしろ生活全般の長い間の歪みが原因となります。あ、だからたくさん食べても、あ、こういうことや、たくさん食べても筋肉量が多かったり運動習慣があったり、有酸素運動してる人は血流良くなって基礎代謝が上がりますから、しっかりむっちゃ暴飲してても、暴食してても、太らない人いる、ギャル曽根さんなんかね、そうですよ。だから、その食べ過ぎだけで見るんじゃなくて、運動習慣とその体の、筋肉量、基礎代謝も含めてっていうことですね。だから僕、だから筋トレとか運動してなかったら多分えらいことになってましたね。一時期暴飲暴食ばっかりしてましたから、うん、それも動いてたんで、筋トレしてたんで、なんか今やってますけど、40過ぎましたらこのサイクルもちょっと弱ってきますから、いよいよちょっとこれはいいきっかけになります。この代謝も落ちてきますから、年齢とともに代謝落ちてきますから、ヒューガさんも筋肉量、運動よりね、やっていきましょう。はい、そんなわけで、子供たちも完璧ですね。今この調子でいってください。さあ、出ました初の満点ですが、油断せずこれからも紫色草、親で介護予防を通じていろんなアクティビティ、その無理しないね、簡単なアクティビティをこちらの色ではやっていきたいと思います。はい、まずこの後ウォーキングから歩き方、そして、基本的ななんていうの、まあその時言いましょうか、体のストレッチングを使ったフォームとか、体幹を使ったフォームとか、その辺から、景色のいいとこで走る、歩いて脳トレ効果とかね、いろいろありますんで、実践体感していきたいと思います。皆さんも一緒に次の動画ウォーキング楽しんでいきましょう。それでは、もう一個足診断次回ありますね。はい、この後次ラスト足診断、足の症状診断だけしてからウォーキングに入っていきたいと思います。はい、はい、それでは皆さん一緒にね、健康習慣、シニアライフ、介護予防手に入れて、あれちょっとどういう風に言う、そんで合ってる、こんな感じだな、手に入れていきましょうね。うん、はい、わかんない私の管轄じゃなくてはい、行きましょう。はい、それでは皆さん一緒にね、健康習慣取り戻すぞ、せーの、ドーン。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが家族の力を借り、一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてドーン、リズミカルガス、
みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。